Hello everyone! 留学パパです。はい、高校留学を考え始めた人が最初に情報収集として利用するのが留学エージェントと呼ばれる代理店さんですよね。その数はどうですかね？個人、法人合わせると国内だけでも数百以上あるんじゃないでしょうか。実は高校留学で最も難しいのは学校選びとかじゃなくてこのエージェント選びなんですね。で、エージェント選びを失敗すると皆さんの希望に合った学校に行けなくなります。もうこれは本当の話です。いやいや、そうは言っても留学はできるんじゃないですかって思いませんか？はい、もちろん留学はできます。そして充実した留学生活っていうのを送ることも可能です。じゃあ何が問題なの？大げさじゃないっていうふうに思うかもしれないんですけども、こんなふうに考えてみてください。皆さんが今住んでいるご自宅の周りに高校ってありますかね？まあよほど山間部に住んでてうちにはもうその選択肢がありませんっていう人はちょっと除くと、まあ公立もあれば私立もあれば、まあ進学校もあれば職業科とかいろいろね、まあたくさん高校ってあるじゃないですか。じゃあその中から自分にぴったりの高校どうやって選ぶでしょう？学校や塾の先生からのおすすめでしょうか？友達とか先輩からの情報を元にして決めますか？まあ、中にはオープンキャンパスとかに行ってね、自分の目で見て感じて決めるっていう人もいるんじゃないですかね。いずれにしても先に選択肢を知って、そこから細かい情報っていうのを調べていきますよね。やっぱりキーワードになってくるのは情報っていうことです。日本にいれば案外簡単に情報って手に入ると思うんですけども、なかなか海外になると未知の世界なんで難しいですよね。で、最近ではインターネットも発達してるんで、それなりの情報は手に入れられるかもしれないけれども、どうしてもこの信頼できる頼れる情報っていうことになると、エージェントからの情報って大きいですよね。でもエージェントであればどこの会社も同じだけの情報量を持ってると思いますか？僕ら高校留学を考える立場の人間からすると、この部分が最も大きな問題なんです。つまり留学エージェントはどこでも同じじゃないんです。持っている情報量には雲泥の差があります。そしてもっと言えばサポート体制とか品質もバラバラなんですね。エージェント選びを間違えた場合、もっと他にもいい学校があったのにっていうようなケースは本当に多いんです。で、悪質なエージェントになると選択肢があるっていうことを生徒に伝えないっていうような会社もあります。えって思いませんか？立場を逆にしてちょっと考えてみてください。もし自分がとっても詳しい学校とそうでもない学校があったとしましょうか。あなただったらどちらの学校を進めますか？それから会社的にこっちの学校の方が儲けが多くてこっちの方が儲けが少ないんだっていう場合、どちらを強くお勧めしますか？わかりますよね。まあ僕のようにマニアックにいっぱい時間をかけて情報を集めてその中から選ぼうっていう余裕のある人はいいんですけども、なかなか皆さんそんな余裕ないですよね。だから皆さんの高校留学が少しでも実り多いものになるように、僕の知ってることはできる限り分かりやすく情報発信して、まあ難しいエージェント選びなんですけども、その物差しを理解してもらえるようになったらいいなというふうに思ってます。次回から良いエージェントの見分け方のポイントについて順にお話していきたいと思います。この動画がいいなって思った方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして LINE アットに登録していただくと、皆さんからの個別の質問や相談に僕がメッセージで直接お答えします。ぜひ気軽にメッセージくださいね。それでは次回も楽しみにしてください。 See you next time!